アクセサリーがなくなっちゃった。私に任せて。ずれてない。わあ、メラキッズクラブ。なんか楽しいことないかな。かな。エルサから先に作ろう。これ黄色だよね。普通にパラララ、ずれてる。もうずれてない。それともずれてるかな。それともずれてないかな。すごいずれてた。どんどん崩れていくエルス。あと3つだよ。まだはめてないし。あれ？あーれー、それそれ。できたー。お水かけまーす。わー、エルサになっちゃったー。サオリン、サオリン、今日はいい天気だね。オラフ大変、溶けちゃってるよ。お日様が気持ちよくて気づかなかったよ。ちょっと直してくれない？任せて。アクアビーズが取れちゃった時には裏側からもう一度お水をかけると治るよ。お水かけます。このまましばらくじっとしてれば治るよ。サーミン、ありがとう。お礼にティアラとアクセサリーをあげるよ。わあ、かわいいティアラ。ありがとう、オラフ。今日のパーティーでつけて。パーティー？楽しそう。オラフ、ありがとう。はい、あれ？ない、ない。オラフ、どうしたの？大変、アクセサリーがなくなっちゃった。え？いいこと思いついた。私に任せて。サオリン、何するの？アクアビーズを使ってアクセサリーを作るよ。ナイスアイディアだね。可愛いのはできそう。それじゃあ早速アクセサリーを作ってみよう。できた。水かけまーす。アクアビーズが乾いたので作ったパーツを魔法でくっつけます。いくぞー。えい、できたー。わー、すっごく素敵なのができたね。うん、じゃあ早速つけてみよう。つけました。サオリン、もっと可愛くなったね。ありがとう。おっと、もうこんな時間。サオリン、パーティーへ行こう。うん。わあ、パーティー会場すっごく綺麗。踊ってる人がたくさんいる。サオリンも一緒に踊ろうよ。
ティは、グラフは、あティアラがビーズになってる。魔法ってこれのことだったのか。また行けるといいな。みんなもアクアビーズでアクセサリーを作ってみてね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。